えー、そもそも当たるの道路のは話を初めていただいたのは一応、どんぐらいだろうなぁ。1月とかかな十12月ぐらい、年末か。年末ぐらいにその企画書みたいな感じですね。で、本当と、3つ4つあって、そんなの中もちろん当たるもあって、他もどのようなのか覚えてないですけども。まあまあ、でも基本そうね。あの、サムガールスマップでもよく話す、うん、話したことありますけど、 まあまあ自分ができそうなもの、例えば企画書見て、本当にもう本当直感というかインスピレーションで、あ、これだったらこんな感じでやればいいなとか、自分の引き出しの中で、あ、こんなパターンでいけばいいなこんな芝居をやればいいなって、まあ思いつくっていうか、自分でやっぱりファッとひらめく、ひらめくというか、ちょっと想像したりするじゃないですか。で、企画書の、あ、これこんな感じじねえとあんな感じでやってるな。で、当たりの企画書を、えー、手にしたときは、もう、これどうやってやるんだろうな、 これだみたいな結局、自分がある程度見えるものというのは、お客さんもある程度見えますよね。うん。やっぱりなんか、例えば、タイトルがこうあって、なんか、えー、こういう物語で、えー、だと、サバンで、えー、天才で、みたいな。やっぱり中井がそれやるったら、えー、ってなるわけじゃないですか。やっぱり、最初のスタートっていうのは何でもそうだと思います。僕らんタレントって、やっぱり絵から入りたいんですよね。うん。 というのも、みんながやってるものも、タレントってやっぱり誰とも被りたくないですし、自分の個性っていうのはやっぱり、あのー、ちゃんと表現したいなって。みんなと一緒じゃない。この間ほら、僕の子一個がね、ネックレスして、ピアスしたんですよ。で、お前そな、もう18ぐらいかな。お前何やってんのそれっつって。お前ピアスしてさー、っつったら、やつね、ひろちゃんねって。これみんなやってるよっていう。みんなやってるからかっこいいな、っていう。 これはもう俺なんかの思考と違いね。やっぱ俺みんなやってたらやっぱやめるからね。うん。みんなやってるからかっこいいじゃんっていうのがもうないから。あ、みん、どっかで、ただメンバー5人でも、なんか一人が同じような靴履いてたらやっぱ、同じ靴履いてたらやっぱその靴履かないからね。うん。 メンバーが同じようなドラマやったら、そのドラマやっぱ行かないもんね。やっぱり何々みたいって思われたくないっていうのは、タレントさんみんな、これ役者さんもそうですし、バラエティの人も、うん、歌手の人も、何々みたいだねっていうのを一番やっぱり、えー、僕なんか避けたいところですよね。で、当たるのって、あ、これはまずいなと。 これ今の中、今この企画書を読んでる段階では、自分の中では青写真を描けないから。青写真を描けないってことは、そこまで行く過程とかプロセスとかっていうのも、努力のしょうがないわけですね。何を、何を努力すればいいのか分かんないですから。あ、だったらこれかなと思って。そしたらスタッフに聞いたら満場一致で、これだ、これで行こうって。だからやっぱりこれオリジナル作品ですし、まあやっぱりゼロからのスタートですよね。